まあセミの鳴き声とかが聞こえるねと、うん、でまあ武蔵村山市の貢、まあ、ぎをちょっと歩いていこうというような感じなんだけど、まあ、結局どうやってその再生時間を増やしていくか再生回数を増やしていくかっていうようなお話で、まあ、考えたこととしてはやっぱりニュースだよね。その辺をうまく活用できないかなと、まあ、結局そのポスター、掲示板、都知事選のものがある程度1000回とか回っているものとかもやっぱりあったから、まあ、これはまあ要するにトレンドとかニュースとか、まあ、そういった要素もまあ少なからずあると。でやっぱニュースを見てるとやっぱ1000回以上の再生とか1万回以上の再生とか場合によってはやっぱ10万回以上の再生とか、まあ、そういったある程度再生回数を、達成してる、内容のものとかがやっぱりあるから、ただ要するにその大手とかと同じような感じでやっていくのはやっぱりなかなか難しいということもやっぱりあるだろうと。でそうした結果まあなんだろう個人でできることは何なのかっていうようなところにやっぱりなっていくのかなと。で、まあ、結局それをまあ見つけていく感じかな。